はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回よもやま話です。テーマはビビってんじゃねえっていう話です。生徒さんに言ってるんじゃないですよ。自分にビビってんじゃねえって言い続けて早20年ぐらい経ったなっていう話です。自分はもともと一人っ子の長男なので、要するに内弁慶タイプ、典型的な内弁慶タイプだったんですね。幼稚園とか小学校の時っていうのは友達の家に行くのもなんかもう怖くてしょうがないみたいな感じだったし、いつもお母さんの袖を掴んで隠れてるようなタイプのね、子だったんですよね。で、家ではおばあちゃん子だったんで、今も96のばあちゃん、まあ、ちょっと今入院しちゃってるんですけれども、ばあちゃんといつも遊んでて、で、生き物が好きで、絵をちょこちょこ描くのが好きで、みたいなタイプの子供でした。そんな自分がやっぱり思春期を迎えて、まあ彼女を作りたいなとか、女の子と仲良くなりたいなだとか思う、たことも含めてですよね。第二次成長期を迎えて、そういう時期にやっぱこのままじゃあかんなって思った。で、その時にそれまで中学生の頃から武道として柔道は学校の授業とかでやってたんですけど、で今実際柔道は2段まで高校生の時に取ることができたんですけど、その柔道よりも実は自分でちょっと自発的に始めた武道の空手ですね。でも2つの道場、2種類のタイプのフルコンタクト系の喧嘩空手と琉球少林流月進会っていう、まあ琉球空手に通ったのと、あとは英語という語学に出会って、英語を通してだったら自分のことをもっと表現できるんじゃないかって思ったこと、この2つっていうのが自分にとっては大きな転機になっている。あともう1つっていうのは音楽を始めたことですね。これ全部ですね、音楽であれば例えば人前で演奏するだとか、あとは武道であれば、まあ、人と一対一で逃げ場がないところで戦うだとか、そういったことっていうのが自分にとってはものすごくプラスになっている。語学っていうのはコミュニケーションスキルですから、英語っていうのは文法的に自分の思ったことっていうのをサクって言わないと What's your point? 要するに論点何なのってすぐ聞き返されちゃうんですよね。で、そんな中で自分の意見っていうのははっきり言う練習もできたし、っていう中でどんどん培っていけたものがあって、自分自身脱却できることっていうのが多かったんですけれども、やっぱり根っこって自分正直未だにビビリだと思うんですね。ただそのビビリな自分でも物販を始めた時っていうのは、おそらくその英語や語学、あとは武道の経験っていうのがプラスに働いて、さほどビビらずにガンガン進んでいけたんですね。で、生徒さんにいつも言っていることっていうのは、もちろんいろいろ考えたり試行錯誤したりする気持ちもわかるし、不安に思うことがあるのはわかるんだけども、とにもかくにも考えすぎてグーってなっている人っていうのは完璧主義だと。で、完璧主義っていうのは聞こえはいいけれども、要するにですね、優柔不断だったりだとか、あとは不安や恐怖心に行動してしまって、自分が行動することを拒否してしまっている、まあ言い方悪いですけど育児なし状態に陥っちゃってて、でそういう状況だと昔の自分、まあ、今も実はビビリな自分があるんで、もっともっと積極的な人間になりたいなとは思ってるんですけど、このビビリ倒していては何にも行動できない。物販っていうのは手すまして初めて実績が出る。当然なんですけど、商品1商品も売ってないのに商品リサーチ1兆商品したって1円の収益にもならないどころか、時間と労力の無駄遣いなんですね。そういう状況になってしまう。そんなことやってたら意味ないじゃんっていうふうに生徒に言ってるんですが、それって結局自分自身っていうのがビビり倒している時間がものすごく長くって、要するに生まれてから20年ぐらいはまあなんやかんやビビり倒していたわけですね。で、その時の自分の皆さん10分の1もビビってないと思うんですよ。もともと自分の方がビビりの代表格ぐらいビビってたので、それと比べるとまあ可愛いもんなんですけど、とはいえ物販やってるのであればビビりず進みましょうっていう話なんですね。で、実際私の生徒さん見てると、
例えば野口さんっていうのはめちゃめちゃ行動力がありますよね。自分から見てもまあ年上の生徒さんですから、自分よりも兄貴って感じなんですが、行動力に関しても兄貴ですよ。それこそ一緒にバンコクツアーに参加していただいて一緒に行った時もバイクタクシーとか一人で捕まえてうわーってどっか行っちゃったみたいないうような人で、すごいなと思って、やっぱりその野口さんを見習って、自分自身もその後一人でバンコク行った時はバイクタクシーに乗ってうわー死にそうみたいな経験をできた。やっぱり野口さんの姿を見てるから自分も、あ、もうちょっとビビんなくていいんだっていうふうに勉強させていただいてるぐらいだし、女性の生徒さんの渡辺さんって方もいらっしゃるんですが、本当にね、おっとりした素晴らしい方なんですよね。とても魅力的な女性、まあご結婚されてる方ですけど、だと私から見ても思うんですが、彼女も本当にね、ビビらずにコン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 って進んでいくんですよ。とても丁寧なご性格なので、いろいろとご確認のメールだとかね、進捗状況とか報告いただいてるんですけど、根本的にガンゴンゴンゴンって進んでって、私から見てもあーすごいなーっていう風に思う部分っていうのがやっぱりある。とにかく生徒さんでもビビらずに勇猛果敢に、ちょっとつ盲信ってわけじゃないんですけど、盲信じゃないんですけど、確実に進んでってる方もいらっしゃるんですけど、やっぱり大多数の生徒さんっていうのはやっぱりビビリ族に入っちゃうと思うんですよね。でビビリ族に入ってしまうと、やっぱり不安や恐怖っていうのがどんどん大きくなってくる。不安に対して不安を感じて、もっと不安が大きくなるっていう、こういう悪いスパイラルに入ってしまうんで、物販だとかなり、言い方悪いですけど、極端な言い方すると致命的な心理状況だと個人的には思うんですね。だから今回は最後に自分が物販始めた時っていうのはどういう状況だったのかっていうのをちょっと話しさせていただきたいと思います。自分を棚に上げるっていう意味ではなくて、自分はこういう経過だったんだよってこと。ただ今回前半でお伝えした通り、もともと自分もビビリ族出身ですから、そんな自分が物販の世界ではどうにか積極的に進んでいくことができたんで、今講師の立場としてこんな感じで一びってられるということですからね。決してなんて言うんでしょう、私みたいになりましょうじゃなくて、自分も別分野ではあるんだけれどもビビり倒してって、その中で別分野ではあるんだけども武道と音楽とあとは語学、この3つを通してビビりを克服して物販始めたんですよっていう話ですよね。それを話させていただきたいと思います。それが後半戦かつこの話の締めくくりですね。自分自身は物販始めた時ってとにかくビビんなかったんですよ。っていうかその前に2012年2013年からネットビジネスを始めて、ブログアフィリエイトだとかメルマガアフィリエイトだとか、まあ当時今も有名ですけど、与沢翼さんとか蝶野舞さんとかパンダ渡辺さんだとか、要するにネットビジネス界の重鎮みたいな人に可愛がってもらってた時期もあるんですね。で自分も慕ってパンダ渡辺さんのマンションに鍋食いに行ったりだとか、蝶野舞さんをの隣にドカって座って、あんたおこがましいわねみたいな、デヴィ夫人みたいなこと言われてヒヒヒとかやってたりだとか、与沢翼さんのアイス取り上げて食ったりだとか、わけわかんないことしたんですよ。あと与沢翼さんの西麻布のあの足湯があるような料理店でもうランチキ騒ぎ、ランチキじゃないか、まあとにかくバカ騒ぎをしたりだとかした時期もあるぐらいの人間なんですけど、ね、とにもかくにも物販っていうところに落ち着いたんですよね。まあ落ち着くべくして落ち着いた。そのぐらい物販っていうのは堅実です。物を扱っているわけなので、我々って通貨の価値って変わるじゃないですか。円高ドル安だとか、円安ドル高だとか変わりますよね。でも物の価値ってね、実はね、そんな変わんないんですよ。もちろん高級ブランド品とかは、例えば不況の時に売れなくなるとかあると思うんですけど、バーベルってずっとバーベルじゃないですか。これが明日になったら狐うどんになることないでしょ。だから物の価値っていうのは実は一定。物販っていうのはただ物を売るだけじゃないんですよ。実は我々の資産を、お金という資産を一度物に変換してるんですよね。で、このものをたまたま売るっていう行為に出してるだけ。要するに自分にとって、まあ5000円の価値のあるバーベルダンベルだったら、5000円の価値があるものっていうのは、5000円の価値として周りから認められてるんですよ。例えば特に本当にバーベルなんて、ヤフオクで中古で出しても買った価格とほとんど変わらず売ることができるんですよ。まあ実際売った経験あるんでね。自分物販さらっと始めたのが、まあヤフオクが最初だったんで、もともと物販はヤフオク
転売屋だ、転売屋というか、ヤフオク不用品売買屋だったんですけど、まあとにかくそういった価値っていうのがね、ほとんど変わらない商品っていうのが結構多いんですよね、物って。だから、通貨の価値は変動すれど、物っていうのは一つの資産として生きている。だからまずは自分のお金を物に変換させる。で、この物に付加価値をつけて販売しましょうっていうのが物販。だから株式っていうのはゼロ円になるじゃないですか。紙切れになるじゃないですか。FX だってそうじゃないですか。だって通貨の直のやり取りだから、通貨だとか、まあ通貨を、なんだろう、貨幣、まあ代替価値のあるような純通貨みたいなものに変換してやるビジネスよりも堅実なんですよ。本当に物っていうのは堅実。あとは単純に Amazon の在庫保管手数料だとか、あとは本革っていうのは保管状況が悪ければね、2年ぐらい放置しとけカビが生えるとか、そういうのはあるけれども、基本的に別に賞味期限があるわけじゃないし、価値っていうのが、貨幣の価値は変わりますよ。リーマンショックだとか、不況だとか、コロナウイルスだとかで、貨幣の価値は勝手にこういうふうにうにゃうにゃ変わってるけど、物の価値って実は変わんないんですよね。だから自分もこのコロナの中にあっても、別に自分の売っているアメリカアマゾンで売っている商品っていうのはそんなに価格下げずにというか全然価格下げずにそのまま売れるっていう状況になるんですけど、こんな物販と出会って初めにやったことっていうのは、まあ当然ながら商品リサーチですよ。商品リサーチやったんですが、どんぐらいやったかっていうと、1、2週間で150商品ぐらい調べたんですよね。で、これ、って驚かれるんですけど、だって、初めの商品リサーチは母数集めるリサーチですよ。その、利材がどうだったとか、相場価格がどうだったとか、商標がどうだったとか関係ないんですから、もう自分が気になったものとか、ボン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 書き記していけば、そんな1、2週間で150商品ぐらいになるんですよ。簡単ですよね。本当に簡単。でもそこでまず考えすぎちゃってる人がいる。なので、とにかく商品リサーチしてバーって集めたんです。で、確かに当時、自分ね、そういった中国アメリカ物販っていうのは自分が開発したものじゃないですから、教えてもらった部分はあるんですけど、実は今生徒さんからいただく質問の 99% って自分が物販セラー初心者だった時に自分で解決してきたことなんですよね。ですから、そういったことっていうのは、自分でネット検索力と自分で考える力、臨機応変さがあれば、本来は解決できるものではあったりするんですよ。ただね、なかなかね、そこら辺っていうのの臨機応変さ、想像力っていうのは、おそらく自分の場合は、語学だとか、あとは音楽、特に音楽のクリエイティビティっていうのを、うまく合成変化して自分のクリエイティビティに結びつけてるので、うまくできてるのかもしれないですけど、皆さん結構大きく誤解してるのが、物販の専門知識やテクニック、ノウハウががないと買い付ける商品精査できないと思っている人がいるんですが、なことはないんですよ。一般常識的に例えばお客さんを被害者にしない商品って何なのかなって考えていくと、例えば牽引ロープみたいな命綱になるようなものですよね。あと赤ちゃんのおんぶ紐、抱っこ紐みたいな、もし耐久性がなくてブチってきたら切れたら赤ちゃん頭から落ちちゃって脳震盪を起こして一生涯障害を患うような可能性があるものですよね。あとダイヤモンドとかプラチナみたいな、もし万が一偽物だったらどうなんだと。で、本物か偽物かの判別がよくわかりづらいものですよね。あとはコップとか弁当箱みたいに食品が直接つくもの、もしくは口に直接つけるような商品、万が一、まあ四大公害病じゃないですけれども、有機水銀とかカドミウムだとかその他有毒な物質っていうのが顔料に含まれてたら、それを口につけることになりますから、お客さん被害者にしてしまいますよね。さらに小さい子供が遊ぶような玩具、おもちゃですね、積み木とかだって、その塗料に例えば日本絵の具って昔鉛とかが使われていたとように、どんなもんが使われてるかわかんない。で、赤ちゃんというのは積み木をただ積んで終わりじゃないんですよね。絶対赤ちゃんだったら投げるし、踏むし、舐めるし、かじりますよね。で、その時に、もし万が一有毒な顔料が含まれていたら、クレヨンとかもそうなんですけど、その赤ちゃん、その子供が被害者にさせてしまうじゃないですか。だから、被害者にしないものは何なのかって考えていくと、これって別に私誰から習ったことでもないんですよ。単純に自分自身が一般常識的に想像力を働かせて考えたらわかることなんですね。だから、そういったことも含めて 99% 今の生徒さんが私にくださる質問って、私が自分自身で自己解決していったものなんですね。逆言えば、そこを自己解決できたから講師をやらせていただけてるとも言えるんですけど、とにかくいろいろ考えつつではあったんですが、初めの150商品っていうのはもう、ブワーって調べりゃいいだけですよ。で、その中で改めて150商品の中から、じゃあどれ買い付けようかなって、
と思って自分の中での絞った150商品、まあ見つけてきた150商品の中から、まあ10商品ないし、12商品ないし、15商品ないし、この中で特に買い付けたいものを選んでけばいいだけですね。で、選んでた後は、アメリカアマゾンで売るんだったらアメリカアマゾン。自分はまあ日本アマゾンから実は始めた人間なんですけど、日本アマゾンで売るんだったら日本アマゾンの類似商品の相場価格調べてみりゃいいわけですね。で、相場価格調べてみるっていうのはもちろんね、スーさんだとこうやってやるんですよって意味はお伝えしてるんですけど、実はその調べ方も自分が勝手に開発したものです。まあ当然なんですけど、自分のカリキュラムって、自分の個別コンサルティングのカリキュラムって、要するにですね、 99% は自分自身の経験や失敗の中から見出してきた最善手っていうのをちゃんと並べている、第1章第2章みたいに並べているものが自分自身の個別コンサルティングなんですよね。なので、そういった形で自分自身っていうのは物販の買い付けっていうのを行っていきました。だからとにかくビビり倒してちゃ何もならないっていうことが分かってたから、もうすでにビビり倒す人生を20年以上送ってきた人間ですからね、それまでに。なので、自分自身ビビり倒してもしゃあないなと思って進めていきました。で、商品の買い付け、例えば初回のテストマーケティング8万円以上が平均ですとか、10商品以上の商品を初回テストまで出すことが目安ですって言ったんですが、これも結局自分の経験です。初めは目安が決まってるわけじゃない、何円買い付けたからいいなんて決まってるわけじゃない。その中でどうしても生徒さんに、でも何商品ぐらい買い付けたらいいですか、何円ぐらい買い付けたらいいですかって何十回も聞かれるもんだから、目安として設けただけで、絶対じゃないんですよ。絶対じゃないんです。絶対じゃないんだけれども、そこに固執してしまう人っていうのはもったいないなと思います。目安なんだから。別に8万円じゃなくたっていいんです。資金が1億円ある人だったら別に1000万円の買い付け初回テスマからやってもいいんですよ。実際生徒さんで何百万も初回買い付けしたような某ね、会社の社長さんもいらっしゃるぐらいですから、あくまでも目安は目安。その中で資金との兼ね合い考えてきゃいいわけですね。自分の資金が30万円しかないのに、いきなり初めの買い付けで30万円しちゃったら追加買い付けできなくなるから、初めの買い付けは5万円とか8万円にしようかなって。これ別にただの計算上のことですから、皆さんの貯金と、あとは皆さんの生活、普段のこと考えればわかるじゃないですか。お金が10万円しかないのに10万円のギター買っちゃったら、もうその人飯食っていけないですよね。それと同じです、物販だって。30万円しか資金がないのに30万円使ったら次どうすんのっていう話になっちゃうから、10万円にしとく。っていうのを考えると、だいたい8万円前後っていうのが、どの生徒さんにもだいたい当てはまるかなっていう数値です。で、商品も10商品っていうのは、初め商品ページ作るのだってしんどいですからね。慣れてない作業、何でもしんどいですから、いきなり初め50商品出してもいいんだけど、50商品ページを作るっていうのは結構ハードですから、っていうのを考えると10商品ぐらいかなと、ご自身で管理もできるしね、価格の微調整もできるのはそんぐらいじゃないかなっていう、ただの目安ですよ。でもそういった目安も含めて、自分自身っていうのは、ある種七転八倒、暗中模索、ゴリム中の中で、しかしビビらずに進んでいった。とにかくビビらずに進んでいけばいいんですよ。初回の買い付け8万円ですよ。だとしたら、8万円を行う前に、大丈夫かな大丈夫かなって悩んでも、別にいいじゃないですか。8万円棒に振るわけじゃない。繰り返しになりますが、お金を物に変換してるんですが、物を残りますよね。物が残ってって、で、相場をそれなりに事前に調べてったんなら、例えば、このバーベルが3000円だとして、この3000円のバーベルが100円の価値しかなくなるってことはないんですよ。あとは単純にお客さんに見つけてもらえるかだから、スポンサープロダクトかけたり、価格の微調整したりだとか、あとは早期レビュープログラム、アーリーレビュープログラムっていうのがアメリカはまずありますから、そういうのを作ったりだとか、そういうことを考えたりすればいい。まあ、キャンペーンもろもろを立てるってことですよね。設定するってことです。っていうことを行っていけばいいので、もうさっさと買い付けて売っちゃえばいいんだろうなって本当は思うんです。もちろんただ下手な鉄砲数打ち当たるが遠すぎちゃうと、本当にただの山間になっちゃうから、そこはしっかりと自分のカリキュラムだとか基本的なルールをしっかりとね、学んでいただいて腹に落としていただきつつ進んできゃいいんですけど、にしてもビビり倒しすぎですよ。自分がそうだったから余計言えるんですけど、昔の自分がね、なビビり倒したってしょうがない、本当にっていう風に自分は改めて今でも自分に対しても思うし、まあ正直生徒さんに対してももっともっと油断進んできゃいいと思うんです。そのね、ビビり倒すっていうのは
オラオラになりゃいいってわけじゃないけども、ぶっちゃけた話、今チンピラ精神ですよね。ヤンキー精神と言いますか、そういうのも大切に なるんじゃないかなと思います。まあ言うても自分、10代の頃、まあすごい真面目な子だったんですけれども、腹の中に抱えてるものっていうのはすごくあった。で、例えば、同じような感覚、個人的に感じるのは、生徒さんの小畑さん、ごめんなさいね、生徒さんの名前ばっか出して、小畑さんってめちゃめちゃおっとりしたような、まあどちらかというとおとなしい方で、比較的無口なような方なんですよ。でもね、自分小畑さんの内側に入ってるものが好きで、すごくね、熱いもの持ってる、でかいもの持ってるっていうふうに思うんですよ。そんな感じで自分の内側にあるものがある限り、今ね、それこそビビってたとしても進んできました。ますから。だから小畑さんっていうのは今後ドカンって成長するっていうふうに自分は信じてます。まあどの生徒さんも信じてるんですけれどもね、一見おそらくご自身がすごくおっとりしててどうだろうなって思ってる方であっても、自分自身は講師としてもうその生徒さん以外に信じてる部分っていうのがあるんですよ。だから講師ができてる。生徒以上に生徒のことを信じられなかったら講師っていうのはできませんから。だから例えば生徒の大原さんでもおそらく結構ね心配で結構毎回自分に連絡してくださるんですよね。で、自分自身もこんな心配しないでもっと進みましょうよとか、考えすぎずに進みましょうよとか言ってます。本当に考えすぎずにもっと進んでいきゃいいなって思ってる部分は正直あるんですよ。あるから言ってる。まあ、自分は言う発言に裏表はないですからね。本当にそうしなきゃダメだぞと思ったらそうしなきゃって言うし、そこは小勢は大役にいたり大勢は非常に似たりなので、本当にそう思ってるから、いう長い目で見てプラスになると思うから、時にはへこましちゃうこともあると思うんですけど言ってるんですが、でも大原さんっていうのは本当にね、もともと人柄も素晴らしくって、まあみんなそうなんですけど、生徒さん特に大原さんっていうのは人柄も素晴らしくって人のことも考えられるし、前のねご職業っていうのは、まあどこまで言っていいのかわかんないですけど、まあ建築関係のお仕事ねされてたわけですけれども、そんなね、まあ、どっちかというと、ガテン系の人に囲まれて、よくそんなね、ある意味、なんて言うんでしょうね、人思いのというかね、すごく謙虚な気持ちっていうのをよく保ててきたなって、すごく尊敬してるんですけど、とにかく謙虚で、で、とても和やかな方なんですよね。でもその大原さんであっても、やっぱり自分がね、ああだこうだ言いますよ、講師だから。自分はね、歯に気に着せず言うんですけど、ああだこうだ自分が言ってるけれども、で、おそらく何度もへこませてると思うんですよ、私は正直。でもへこませてても諦める気配なく進んでる。ってことは、そこってやっぱり根っこの部分に熱いもの、内なる力っていうのを秘めてるからこそ進めていけると思うんですね。だからそこをある種爆発させるようなものっていうのが物販だと思うし、まあ物販やられてるから物販だってことだと思うし、その物販に何かを見出してるからこそやられてるんだと思うし、で物販でこの後、まあそれこそビビりながらでもテスマまでとにかく行ってください。でテスマまで行って、その後初めの1商品が売れたら、一気に自分の内なるものっていうのをもっと信じられるような精神的な体制ができると思うんですよね。でその精神的な体制ができたら、あとは二次曲線的に人っていうのは成長していけるし、言うても自分だって物販始めてビビってねえよって言ってた割には、初めて講師卸し場行きましょうって言われた時にはクソビビりましたから、中国怖いと思いましたからね。だって日本なんて中国に対して悪いイメージなんてたくさん植え付けられてるじゃないですか。でも行ってみたらめっちゃみんないい人で、めっちゃ今中国の人たち大好き本当になんですけどね。でも超ビビってた。でもそこで今度はテスマをした後っていうのは、ぜひね広州とか、まあ、タイでもいいですけど一緒に行きたいんですよね。で小畑さんでも大原さんでもそういう場所行ったら本当にね一皮二皮もっと向けると思います。そしたらもっともっと人としての魅力もすでに魅力十分終わりなんだけれども出てくる。それはどういう魅力かっていうと、自分の内なる力っていうのがそのままちゃんと出てくる。出てくるとそれは人の自信の表れにつながりますから、その自信がある人間っていうのはさらに何倍も魅力的に感じられるわけですよね。ご自身でも自分自身のことをもっと自信持って捉えることができると思うし、それをまあアファーメーションとかルーティン的な言い方をすればエフィカシーだとかね、あとはまあ、セルフリライアンスっていう言い方を、名前出てこない。ウィリアム・アトキンソンじゃなくて、私の大好きなエマソン。ラルフ・アルド・エマソンの場合は、自己信頼っていう言い方をしてるんですけれども、一番大好きな思想家の名前忘れちゃったよ。エマソンですね。ラルフ・アルド・エマソン。まあ、詳しくはラルフ・アルド・エマソンのエマソン名著
エマソン名著選生死についてっていう本をご覧いただければわかるんですが、そういったセルフリライアンス、エマソンの言葉を使えばアファメーション的に言えばエフィカシーだとかセルフエスティームっていう言い方もありますよね。で、ホオポノポノみたいなちょっとスピリチュアルチックなのが好きな方だと、例えばウニヒピリだとかそういった言い方になりますよね。あとはインナーチャイルドとか、いろんなものがありますじゃないですか。ありますよね。とにかく言語は何でもいいんですよ。もっとスピリチュアルチックな人は内なる宇宙とか言ってもいいんですけど、とにかく自分自身の自信っていうのが必ず現れてくるっていうことなんですよね。そうすると、もっともっと、別にモテたいかモテたくないかは別として、多分、モテたくない人なんていないっていう前提で勝手に話しちゃってるんですけど、このテストステロン太郎なんで自分は。もうテストステロン太郎に言わせればもっとモテるし、それは対異性だけじゃなくて、対人にね、みんなにっていうこと。モテるようになるし、そしたらあとは上に行くばっかりですから、どのような経済的な波にも飲まれずに、だからどんな波でも気にしない人になろうって言ってんじゃないんですよ。どんな変化に対しても順応できる人になりゃ一番強いよねっていうことを言えるんですが、そのためにはこのビビり倒しすぎないっていうことが大切になってくるんかなっていうふうに思います。本当にたまたまラッキーなことに海外物販っていうのはこのコロナの影響っていうのはほぼほぼぶっちゃけ受けてないです。少なくとも致命的な影響は全く受けてないです。アマゾンの納品規制があったとかそんなもの一時的なものなんで大した致命的なダメージにも至らないです。だって EC コマースですからね。ネット上にコロナウイルスが蔓延することはないんですよ。そのネットを使っている人の間でコロナウイルスが蔓延しているだけで、かつステイホームって叫ばれていることが、嫌な言い方ですけれども不謹慎ですけども追い風になっていて、皆さんステイホームでアマゾンクリックすることがありますので、アマゾンの売り上げ対して変わんないです。今までと同じように売れてる。さらにこのコロナがそれなりに収束する、少なくとも第一波が収束するであろう。もう日本収束してますよね、第一波は。ぶっちゃけた話、事実ベースで見ると5月31日まで、自粛を延長を政府が発表しましたけど、ちょっと首をかしげました、個人的には。ただ政府が決めたことっていうのは守る必要がありますよね。自分が納得してようがしていまいが、電車の中で携帯使っちゃいけないっていうルールが日本にはあるんだから、電車の中で携帯は使わない派です。当然なんですけどね。ただ携帯使わなくても携帯電話とペースメーカーが5センチぐらいの距離に行って初めて誤作動を起こす可能性が現在の技術だとあるのに、なんで電話しちゃいけないのかなっていうふうには思ってますよ。それは個人的な意見としては思ってますけど、一応形なりにね、民主主義なんで我々が選んだ人たちっていうのが国の代表としてやっていて、議員としてやっていて、その人たちが決めた法律には従いましょうと、方針には従いましょうっていう判断なんで、5月の対面リサーチ会っていうのも勉強会っていうのも、ズームのウェブ会議に変更したのは、私がどうこうじゃなくて、政府の方針だったら従いましょうと。で、そこにギャーギャー文句言うんだったら、その政府を変えていくっていう動きに走る分にはいいんだけど、ギャーギャー文句言うのはなんかちょっと違うかなと、あまり生産的じゃないかなと思うので、ズームのウェブ会議に変えたんですけど、とにかく話戻すとですね、自分自身っていうのがどのような波にも立ち向かうじゃないんですよ。結局のところ、どのような波が来ても大丈夫なように堤防を作るのがビジネスの真髄じゃないんです。どのような波が来てもサーファーのようにその波を乗りこなせるようになるにはどうすればいいか、どのような変化に対してもどう順応できればいいかっていうのが物販の真髄なんですね。でも簡単ですよこれ。我々っていうのは恒常性維持機能ホメオスタシスっていうものがありますから、変化を恐れる気持ちっていうのが本能的にある部分もある。それはしゃあないんですけれども、でも言うても我々は結局体温を一定に保つために自分でゲーって言って汗を出したり毛穴を閉じたりしてコントロールできる部分ってこんだけじゃないですか。結局ホメオスタシス恒常性維持機能っていうのは、今申し上げた寒くなったら毛穴が閉じて暑くなったら汗をかくって、これが恒常性維持機能ですけど、そのホメオスタシスでカバーできる範囲って本当にこんだけ。じゃああとどうしてるのかっていうと、寒くなったら服着ますよね、暑くなったら服脱ぎますよね。これが変化に順応するってことです。要するに我々っていうのは変化をどうしても恐れる。ホメオスタシスがある以上、それは情報空間の中で、精神領域空間の中でも恒常性維持機能、変化を恐れて安定を求めるって思想はあるんですけれども、現実見てくださいよ。安定を求めてたって、その安定、自分の中で安定でどうにかなる範囲なんてこんだけじゃないですか。ですよね。
だから結局どうしてるかっていうと順応してるんですよ。服着たり脱いだりして。だから安定を求める気持ちはわかるけど、その自分たちがどうこうできる安定の幅なんてこんだけなので、あとはどうすればいいかっていうと、その環境に対して対応していけばいいんです。これが変化に順応するってことなんですね。ダーウィンの進化論に書いていた通り、最も強いものや賢いものが生き残るのではなく、最も変化に順応したものが生き残るっていうこと。これは変化に順応するってことですからね。その変化に順応した生き方をしていく必要がある。で、変化に順応した生き方っていうのは行動ベースですから、暑かったらぐーって我慢してるのが変化に順応するじゃないんですよ。暑かったら服脱げばいい。寒かったらねーって耐え忍んでるのが変化に順応するじゃないんですよ。服着りゃいい。そこの部分っていうのは行動力が必要になってきますから、その行動力の妨げになってるのがビビるってことです。だからビビってちゃいけないんだけれども、どうしても人っていうのは、まあ自分もそうですけれども、コンフォートゾーン、自分の安心ゾーンっていうのがあって、その中だと昔の自分みたいに内弁慶でいちびってられるんだけど、外という空間、自分にとって不慣れな場所に行くと、どうしても初め怖い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 ってなって逃げ戻りたくなっちゃう。うつぼが筒の片方から少し顔を出してまたブーって下がっていくように、どうしてもビビって行ったり来たりを繰り返しちゃうんですけど、これを繰り返しても何の行動にもつながらないから、どん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 うつぼであれば大海にバーッと身を投じてわーって泳いでいくような状況に至らないと、その筒っていうのがどんどん汚れて、どんどんみすぼらしくなってきて、どんどん窮屈になってきたのに、ずっとその筒にいたところでうつぼっていうのは窒息するだけです。だったら筒から這い出てバーって行きましょうよっていう話。っていうと、なんか随分でっかいことに感じるかもしれないですけど、とにかくビビんないで進んでいきゃいいっていう話。行動ベースで進んでいきましょう。で、何でもかんでも依存的にならずに、自分の想像力っていうのを活かしましょう。そしてその想像力っていうのは、物販特有のノウハウとかじゃなくって、それ以前の自分の生き方っていうのが、そのままクリエイティビティ、アイデア性、創造性、臨機応変さにつながります。それまでの自分の生き方っていうのが好奇心につながります。好奇心なく生きてきたっていう人だって、生きてきたんだから何かしらの個性っていうのはあります。そしてその個性っていうのが、物販セラーとしては唯一無二の絶対的なご自身のしっかりとした堅固な土台を培う礎になりますから。自分自身を信じるってことですよね。人の真似ばっかして言われたことばっかやってても私の二番煎じなので、私の二番煎じってことは魅力のないセラーにしかならないってことです。だって私の二番煎じやるんだったら、私と同じ商品売るんだったら私が売った方がいいですよね。自分が思いついた商品だったら、だって自分がオリジナルですから、オリジナルには負けるんですよ。でも皆さんは皆さん自身のオリジナルなわけなんで、皆さん自身だっていうこと自体がもうすでにオリジナルなんで、そこの自分たちの考え方っていうのを、自分たちの好奇心っていうのをしっかりと考えていく。もうね、周りを見て色を伺いながらとか顔色を伺いながらビビり倒して生きていくなんて、なんも嫌ですよ。だって自分もずっと、まあ、そういうタイプの人間だったから、周りの目を見てビビり倒してる人間だったんだけど、自分の場合は、まあ、3つのことですよね。大きく分けると音楽と語学と武道、この3つを通してどうにかもがき出そうと思って、それでも何年も、まあ、10年も15年もかかったことだとは思うんだけれども、今このような形で物販の世界にはいますが、皆さん自身もいろいろな紆余曲折があって物販に興味持たれている方は物販の世界にたどり着かれたと思いますので、自分自身が今ここにいること自体、その物販を始めたってことも一つの成功体験なんだから、もうすでに一個自分自身の行動で現実にできてるわけですね。実現できてるわけですね。だからそこっていうのをもっともっと自信持って自分を変えていこうという精神に進む。まあ当然なんですけれども、自分を変えていく、変化に順応できる人間になろうと思ったら、変化に順応できる人間になるに決まってるぐらいの気持ちが必要になってきます。こうなりたいんだけどなーって言って行動できない人が9割9分いるわけですね。コロナが終わった後、またコロナが起こる前の生活にも戻って、でそこで生ぬるいところで、ああよかった、また元に戻ったって言ってる人が9割方ですけど、大切なのはこのコロナのような変化が今後もずっと起き続けるんですってことですよね。コロナのような変化が今後もずっと起き続けて、そのために一喜一憂したいんですかってこと。要するにコロナを一つの皮切りとした大不況が訪れたり、そしたらリーマンショックでも新型インフルエンザでも鳥インフルエンザでも1918年のスペイン風邪でも何でもそうですよ。何でもかんでも、とにかく何年かに一度、もしくは小刻みなもので言えば何年、一年に何度か、いろいろな変化が起きるんで、その度に一喜一憂したりビクビクしているのであれば、そうならないような状況を目指すしかない。目指すしかないんですけれども、元の場所に戻っちゃう。
それが良くないってことです。そういうことをしてても、まあ、第2のコロナ、第2のリーマンショック、第2のもろもろ、その他天変地異が起こるたびにですね、誰かのせいにしたり自己憐憫に浸ったりしてを繰り返していったら、それはぐる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 堂々巡りしているのであって、また地震がある前の世界に戻ったら、ああよかった、地震のこと収束した、ああ終わった、コロナが収束した、ああよかった、リーマンショック落ち着いた、ああよかった、なことで一喜一憂していても、もう同じことを繰り返すだけなんで、飽き飽きしません？そういう生き方って。だからそういうのが嫌だと思ったら死に物狂いで進むってことですよね。ただこんな小難しいことではなくて、ビビり倒さず進んだら人間中のはどうにかなるもんですよ。本当にどうにかなりますよ。初回買い付けでもし万が一全商品売れなくても死にませんよ。絶対死なないです。そんなことは死なない。セラーセントラルでなんかボタンクリックしても爆発するボタンは一個もない。よく言うんですけれども、ここのボタンって何ですかって言われたら、押してみなと。押してみて原爆スイッチにつながっているものはないです。押した瞬間自分の住んでいる家が爆発するスイッチはセラーセントラル内には一個もないです。分かんないことがあったらネット検索まずしてみたら、皆さんが疑問に思っていることは以前どこかの誰かが疑問に思ったことと一致している場合が多いです。ヤフー知恵袋とかに出てくる場合が多いです。どっかのブログに転がっている場合が多いです。分かんないっていう前提で諦め半分で商品リサーチだとか、あとはネット検索だとかしたって分かるわけないですよ。だからそこら辺っていうのは、その分かんなかったら聞けばいい精神、別に聞いてもいいんですよ、講師だからね。あまり言いすぎるとちょっと本末転倒になるんで、そこら辺気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、今回自分に対してね、昔の自分に対して言うと思ったらこういうこと言うだろうなと思って言ってるんですけれども、なビビり倒してたってね、ほんとしゃあないし、なんて言うんでしょうね。もう分かんなかったら聞きゃいいやとか、もう自分は初めからそういうことが分からないでと、分からないんでとか、自分はもう年なんてだとか、言い訳する前提で物事進めようとしたら何一つ進まんぞっていうふうに私は個人的には思ってやみません。だから本当に、もう自分を舐めちゃいけないですよね。なんで自分ができないっていう前提で行動できるのかが、まあそういう時期も自分あったから、こそ分かる部分もちろんあるんですけど、分かんない前提、自分はダメなやつだっていう前提で物事を進んでいくっていうのが一番自分に対して失礼だと思いません？だからそういう状態で進んでる人は誰も救いたくないですよ、正直ね。結局、それは誰だってそう、自分はもっと頑張るんだっていう人をみんな救い合いでいきたいわけですから、もう別に自分はダメなやつなんでっていう前提で進んでる人なんて助けようとする人いません。特にすで、に実績出してたり成功してたりする人っていうのは前向きに進んでる人を助けたいのであって、自己憐憫に浸っているネガティブな人なんて救う価値ないって考えてますから、まず自分はそこを脱却しなきゃいけない。だって万人を救うなんて無理だから。例えば一人の人っていうのが、まあ、自分だったら生徒担当して同時に持てる人がせいぜい5人か10人ぐらいまでですよね。同時に持てる人であればね。同時期ぐらいに物販スタートしたいっていう人は、まあ、せいぜい5人か7人か10人ぐらいが本当限度だと思うんですが、じゃあ100人希望者がいたうちにどうやって10人選ぶかっていうと簡単ですよね。ネガティブでもう自分はもうダメなやつなんでとか、すごく依存的で進んでる人っていうのは90人いますから、それ省いたら残り10人残るっていう話です。それは誰だってそうだと思いますよ。意味がある人を救いたい。だって自分の時間と労力を使ってるわけですから、意味があることに使いたいじゃないですか。なんで自分が成功者とは言わないけど、自分自身が、まあ、それは実績出してきた人間が、なんで実績出してきたかっていうと、生産的なことに、労力と時間とお金と精神と、そういったものを使ってきた思考とか、そういったものを投じてきたからに他ならないんですよ。よく、なんでお金持ちなのにお金くれないんだって、まあ、中には言う人もいますよね。それは簡単ですよ。お金持ち、なのにお金をくれないんじゃなくて、あんたみたいなやつのお金をいきなりばらまかなかったからお金持ちになれたんだよっていうこと。お金の使い道も真摯に考えてきて進んでったからお金持ちになれる。例えば皇居の周りぐるぐるランニングしてるめちゃめちゃスタイルが綺麗な女の人を周りの人が見て言うんですよ。なんであの人はあんなスタイルがいいのにいつも皇居の周りをぐるぐるマラソンしてるのかって。答えは簡単ですよね。毎日皇居の周りをぐるぐるマラソンしてるからあのスタイルなんですよ、なんですよ。原因と結果がごっちゃになっている。今目の前にある状況だけ見てなぜその行動を行っているかを考えるのではなくって、その行動を行っているから今目の前にある現実を皆さんが憧れる人は掴んでるんですよ。それは筋トレ一つ取ったって、商売一つ取ったってそう。
そこの部分をバイスバーサで考えちゃいけない、逆もまたしかりで考えちゃいけないんですっていうことも含めて、じゃあ自分がどうすればいいかっていうと答えは簡単ですよね。自分自身が今言ってることっていうのを信用してもらえるのであれば、その考え方に至ったから今自分がここにいるわけなんで、なんで自分はこんな状況にいるのにビビるなビビるなって言ってるのかっていうと、ビビらなかったから今ここにいるからそう言ってるっていうだけなんですよね。そこら辺っていうのはね、ついつい周りの人っていうのはやっぱ言うじゃないですか。なんであの人あんな綺麗なのにいつもジム通ってんのだとか、それはジム通ってるから綺麗なんだよっていうこと。そのジム通うっていう精神を継続して行えてるから、その行動を行えてるから今綺麗なんだよってだけですよね。この部分っていうのも合わせて考えてみていただければなってことなんですが、まあ、とにかく自分自身がまあビビり倒してた人間なんて、ビビってる人の気持ちって大いにわかります。ただそれずっと続けてても、ビビり倒して校庭をぐるぐる回ってても一生ハワイには行きませんよと。ハワイに行きたいって言いながら校庭ぐるぐる回ってたら一生ハワイには行けません。まず校庭のぐるぐるから飛び出して、そっから空港に行って、飛行機のチケット予約するんだったら事前に予約して、しかもちゃんとハワイ行きのチケット買わなきゃいけないわけですからね。方向性も大切ですよ。行動っていうのは、ただ努力を継続していればいいんじゃないんです。よく校庭の周りをぐるぐる毎日100周回ってる人は、自分が努力してる、自分は頑張ってるのに結果が出ないって言います。当たり前ですよ。校庭の周りぐるぐる回ってたら、ずっと継続してる、それは努力かもしれないけれども、方向性が間違ってればその努力っていうのは報われないんです。だから努力っていうのは方向性と一緒になって初めて意味がある。継続すれば、継続は力なりじゃないんです。正しい方向性で継続してこそ力がある。正しい方向性っていうのは校庭ぐるぐるのこの方向じゃないですよね。このベクトルじゃないですよね。空港に行って、でちゃんとハワイ行きのチケットそこで買わなきゃいけないんですよ。空港行ってシベリア行きのチケット買ったらやっぱハワイには行けないんですから。だから方向性や自分の意思、意向っていうのもしっかりと明確化しつつ、努力をビビらずに続ける。それでこそ行動して力が、意味があるってことです。だから商品リサーチしてもなかなかいい商品が見つからないんですよっていうのは、その方向性の商品、いい商品がなかなか見つからない商品リサーチしたって、いい商品見つかるわけないじゃないですか。で、さらに言えば、いい商品って何っていう話。誰もいい商品の定義が分かってないのに、いい商品が見つからないって言ってるのが、まあ正直、まあムカつく面もありますね。だって、いい商品なんて、なんもないから。売ってみて売れる商品がいい商品なら売るしかないじゃないですか。なのに、いい商品が見つからないって何いい商品って。だって、いい商品の定義が分かんない段階でいい商品考えてもしょうがないじゃないですか。だから、まず数集めるんだったら数集めりゃいいんです。楽しんで集めりゃいいんです。そこに対して、あんまりギャーギャー言ってるのも本当意味がないから、うん、楽しく進めましょうよ。だって、商品集めるのなんて、お花畑に行って好きなお花摘んできましょうねって言われてるのと同じですよ。駄菓子屋さんに行ってお金のこと気にしなくていいから好きなお菓子を駄菓子のカゴに詰めましょうねって言われてるだけですよ。そこで、良い駄菓子とは何ですかとか、良いお花とは何ですかとか言われても、いやいや、気になったら好きな摘んでくりゃいいじゃんという話ですよね。ぐらいの感覚で考えないと物販っていうのは進めないですよ。それは自分自身がビビり倒してたやつだったんで、結局は行動してきゃいいんだっていうことが分かって、それで自分自身はこのような形で今物販講師やらせていただいてるんですが、まあちょこちょこぐさぐさ刺されたこと言っちゃったかもしれないですけど、歯に衣着せてね、もごもご言ってもしゃあないんで、はっきり言うところは言わさせていただきました。今回の動画少しでもご参考になりましたならば、高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございます。というわけで今回はビビってんじゃねえよ黒沢っていう話をさせていただきました。失礼いたします。